株式会社サイバーエージェントは、インターネット広告事業、メディア事業、ゲーム事業を主とする日本の会社。人材派遣会社インテリジェンス社員だった、藤田進が、宇野康秀の支援を受けて、日高祐介と1998年3月に創業。その関係で、会社設立時は、インテリジェンス社内に曲がりでオフィスを構えていた。 1998年7月、バリュークリックの売れ行きが好調なことから、クリック保証型バナー広告、サイバークリックのサービスを、オンザエッジとの協業で開始し、インターネット広告事業に進出。広告事業単体で、売上高2081億円のインターネット広告国内最大手である。メディア事業として、著名人ブログのアメーバブログや、インターネットテレビ ビデオエンターテインメントサービス、アベマ、ライブ動画配信プラットフォーム、オープンレック、t v など時代の変化に対応したソーシャルメディアサービスを提供している。2009年5月からゲーム事業に参入し、グランブルーファンタジーの再ゲームスを筆頭にゲーム制作主会社が人気コンテンツを提供している。2018年10月17日、キャニメーションを設立し、 アニメ制作事業に本格参入することを決定した。オリジナルアニメなどを制作していき、それをもとにゲーム化していく方針。また、アベマとの連動も検討しているという。サイバーエージェントグループは、2020年9月末、現在、連結し、会社107社及び、 関連会社12社によって構成されている。同グループには、新卒入社数年目までの社員を子会社の社長に登用する新卒社長という仕組みがあり、それによって設立された会社も多い。CA 本体へ、吸収合併 CA 子会社へ、吸収合併生産された子会社こちらを参照サイバーエージェントが運営する、キュレーションサイトでは、記事や画像の無断投用、 不適切な引用、ステルスマーケティングがしばしば指摘されていた。バズフィードジャパンも記事を登用されたと述べている。2016年秋に DNA のヘルスケア情報、キュレーションサイト、ウェルックが不適切な内容や不適切な引用で問題になり、他社のキュレーションサイトにも厳しい目が向けられるようになった。2016年12月1日から2日。 スポットライトの医療、健康関係の数千件の記事、by s の約3万5千件のうち数パーセントに当たる記事を非公開にした。サイバーエージェントは非公開にした記事は登録ライターによって書かれたもので、十分に確認できない情報の可能性があるもので、あると説明している。さらに8日には非公開の範囲を拡大し、両サイトで登録ライターが投稿した記事を すべて非公開にした。取り下げられた記事は合計で10万件弱。またサイバーエージェントとテレビ朝日の共同出資により設立されたアベマ TV では、いくつかの番組にやらせ要素が見られたことで問題視されている。特にそのうちの一つであるリアル開示 GP では内容の過激さだけでなく、随所にやらせと見られる要素があったことから一般人を巻き込んだ。 マネーロンダリング目的のできるエースであった可能性があると指摘されたこともある。ありがとうございます。